日本埼玉県、川島町川島川島は、埼玉県引群川島町の町名。現行行政地名は川島1丁目及び2丁目。郵便番号は350-0168。川島町の西部に位置する。首都圏中央連絡自動車道、川島インターチェンジ設置に伴い、造成された川島インター産業団地の範囲において、地名変更が行われ成立した。 インターチェンジ開通により、鉄道駅のない川島町の玄関口が生まれたことから、川島と命名された。インターチェンジ南側でも、工業団地の造成が計画されている。国道254号の東側が1丁目、西側が2丁目となっている。2017年10月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。町立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。鉄道駅は川島町全体に置いてない。10の区画に分かれている。AB、川島町の人口について。川島町。2017年11月2日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月1日閲覧。市外局番の一覧。総務省。 2017年5月29日閲覧、小中学校通学区域表、羽生市。2015年3月21日閲覧、川島インター産業団地、川島町、ありがとうございます。